モラタ取るなみたいな切り抜きの方はどっちだったかななんかあの、そうだよな、モラタ取っちゃいけないやなみたいな、そのモラタを取るなみたいな僕が言ってるやつ切り抜いた方で。で、まあコメラト見に行くじゃないですか。そしたら、こう、みんなやっぱモラタ取るなみたいな感じなんだよね。モラタは悪い選手じゃないみたいな、モラタはいい選手だみたいなやつに、いいね、1。<laughs> 出てるな、これが一番残酷だなって思いましたよ、ね。賛否両論とかじゃなくて、もうピの方が勢力弱すぎるのがちょっと、なんかみんな思うんだな。 もう来期もプレミア盛り上がってほしいからね。もらった勘弁してほしいですね。もらったね、サイドに置いたけど、置いただけだったからな。マンジュキッチにはなってない。時々すげえ守備するときはあるけど、もらったの代理にそうというし、あ、でもそういうことっすよね。で、一回もらった取るよっていうのを見せといて反応を見るみたいなのがあったのかね。そんなにだって信憑性の高いソースじゃないんでしょ、もらったって。さんが監督ランキングでアれグリサイしたら気に入ってついて。<laughs> いや、もうすごい,いいよな、それな。 3位の頃ありました。今だったら10位にも入んないもんね。アビオのマンジョキって何だったんですか <laughs> いやそうなんよ。間違えちゃったんだよな。あの、アレグいね。モラタの代理に相当優秀でしょうね。いろいろみんなで、えー、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカー戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄から、レオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。